皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。このチャンネルでは競馬女子である白雪が女子目線で競馬の楽しさをゆるくお伝えしていきます。皆さんにはのんびりまったり見てもらえると嬉しいです。まずは先週の結果を振り返ってまいりましょう。 G1 オークス、結果はご覧の通り、残念な結果となってしまいました。敗因としてはやはりレース中盤のペースが思ったよりも早かったところですかね。4ハロンずつのタイムで見ると前半の47秒7はほぼ想定通りでしたが、中盤も48秒0だったんですよね。ここは50秒くらいまで落ち着いて後半4ハロンの勝負になると見ていたのですが、想定以上に底力を求められるレースとなってしまいました。そうなると2着に入ったハーパーは厳しい流れだったクイーンカップでいいタイムを残していましたから、納得の結果でしたね。それにしても勝ったリバティアイランドはものすごい強さでした。競馬界にとっても新たなヒロインとなりそうで、牝馬三冠の達成はもちろん、その先のソダシやスターズオンアースとの対決も本当に楽しみですね。それでは気を取り直して今週の予想に参りましょう。今週は競馬の祭典、日本ダービーを予想していきます。舞台は東京競馬場の芝 2400m。 レースの想定はご覧の通りです。馬場状態は両の高速馬場、想定ペースは平均からややスロー、想定タイムは2分23秒台としました。ダービーの過去のラップ傾向を見てみると、前半の8ハロンまでは12秒台のラップが続き、ラスト4ハロン目からペースアップして上がり4ハロンは45秒台、3ハロンは34秒台でゴールするという傾向です。今年はある程度逃げ馬もいますので、極端なスローペースにはなりにくいと思います。したがって求められる能力としては、まずは全体的に速い時計に対応できること、そして後半のスピードとロングスパートの勝負になると見ていいでしょう。それではここからは競馬女子白雪の予想です。本命は2番スキルウィングとしました。青葉賞組はダービーを勝てないというジンクスが気になるところですが、これまで走ったレースを分析していくと、どうしてもこの馬が一番強いように見えるので、ここは自分を信じて本命にしたいと思います。その前走の青葉賞ですが、例年よりもレベルが高かったと見ています。ペース自体はスローではあったものの、走破タイムは2分23秒台に入れてきましたし、上がり4ハロンは全て11秒台とロングスパート勝負になり、ダービーにもつながるレースだったと言えるでしょう。そんな中で最後は大きな差はつかなかったものの、スキルウィング自身はまだ余力のあるような勝ち方でした。少なくともドロンコの中のハイペースになったサツキ賞と比べれば、絶対にこの青葉賞の方が今年のダービーにはリンクするはずです。また未勝利戦ではよりスローではあるものの、上がり4ハロンは45秒台で走破できていますし、デビューから4戦続けて東京コースでルメール騎手が乗っているという点も大きなアドバンテージだと思います。青葉賞のジンクスを打ち破るのは今年しかないと見て、スキルウィングを本命にして応援したいと思います。対抗は5番ソウルオリエンスにしました。サツキ賞の強い勝ち方から断然の一番人気になっていますね。先ほども言った通り、今年のサツキ賞は全くと言っていいほどダービーにはリンクしないレースだったと思います。ただかなりのハイペースではあったものの、ラスト2ハロンが12秒5、
12秒0と加速ラップだったという点は注目すべき点でしょう。また前々走の京成杯もラスト2ハロンは加速ラップでしたから、距離延長は全く問題ないですし、むしろそこを見せていないとも言えると思います。ただしこの晴れた東京コースで全体的に速い時計を求められた時にどうなるかという点はやってみないとわからないですよね。もちろん期待に応えて圧勝する可能性もあると思いますが、今回は対抗までにしたいと思います。そして黒三角には3番ホーオービスケッツをあげたいと思います。金曜夜の時点では17番人気ですか。覚えている方はいますかね。この馬は皐月賞で本命に挙げた馬なんです。結果は17着と惨敗ではありましたが、その時からこの馬はダービーでこそと言っていましたよね。この馬を評価しているのは3走前のフリージア賞のラップタイムです。東京の芝 2000m をスローで逃げ切ったというレースでしたが、ゴールまでの5ハロンで57秒7、4ハロンでも45秒9と素晴らしいタイムでした。またゴール前では余裕があるくらいの完勝だったものの、ラスト1ハロンも11秒9と大きな減速はしておらず、本当に優秀なラップを残しています。今回は楽に逃げられるわけではありませんが、内枠を生かして 3,4 番手で折り合えれば十分にチャンスはあると思います。東京の両馬場となれば大歓迎ですし、大舞台での大逆転を期待したいですね。そして白三角一家はご覧の通り、皐月賞で構想したファントムシーフ、タスティエーラあたりはむしろ皐月賞よりもダービー向きだと思いますし、10番シャザーンはスミレステークスで上がり4ハロン45秒台を記録していますね。また人気のないところでは15番ノッキングポイントも上げておきたいと思います。2走前の1勝クラスのレースでは、東京芝 1600m の平均ペースの中、唯一上がり33秒台の末足で突き抜けたというレースでした。距離延長はやってみないと分かりませんし、末足勝負なら十分に上位争いのできるものを持っていると思います。それでは最後に買い目の発表です。まずは弱気の白雪から。こちらは2番スキルウィングの副賞1点です。ジンクスを破ってほしいと言いつつも、単勝ではなく副賞なのはまさに弱気の白雪ということで許してください。そして強気の白雪、こちらは3連複フォーメーションで、1投目に本命のスキルウィング、2投目にソウルオリエンスとホーオービスケッツ、3投目にその他白三角も含めた計9点で勝負します。何はともあれ年に一度の競馬の祭典、日本ダービーです。皆さんとにかく楽しみましょう。以上、ご視聴ありがとうございました。皆さん本日の動画はいかがだったでしょうか。競馬女子白雪頑張れと思ってくれた皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。